よし、でできたわ。あ、皆さんこんこにちは。花子です。今日も昨日の続きですが「下落しても買っていい株パート2」2021年11年月決算分ですがパート1を見てない人は見てくださいね。来年の米国株投資の注意点としては。 IPO は当たると大きいけど下がるととことん下落するので来年は財務諸表がしっかりしていてイノベーションも強い会社を選んだ方がいいあこの紙でですかできる女をイメージしてみましてまた今年は財務諸表がしっかりしていた会社が IPO の陰に潜めていた感じがありましたが来年は財務諸表がしっかりした会社がポイント高くなるんではないでしょうか。 そのような会社は大きく当たらなくても大きく下がることがないので安心してかけることができる大きく当たったらラッキー今までも IPO 株は注意とは言ってきましたが今後は本格的に IPO 株は危なくなってくると思うので財務諸表とイノベーションがある会社を中心に選んでいきたいと思いますそれでは11月9日から11月17日まで決算発表があった会社ですがこの中からはホームデポとターゲット を選びたいいと思いますここでの注意点ですが宇宙株のバージンなどはやめた方がいいんではないかと思います。 なぜかというと、やっぱりスペース関連で強いのは大手の軍需会社なんですよね。そう簡単に民間会社が参入するのは難しいと思います。イーローマスクはそれでもスペース X で成功した人物ですが、今では世界一のお金持ちになりましたし、NASA と協力してやってきてすごいと思います。そうなると、金持ち第2位のジェフ・ベゾスなら資金力でうまいことできるかもしれないので、スペース X かブルーオリジンが上場したら私は考えたいと思います。 もしくは軍需会社の大手、レイセオン、ノースロップ・グラマン。 ロッキードマーティンなどを買った方がいいです。技術力と財力が全然違います。あとは中国関連のアリババ、バイドゥ、ニオ、ドアダッシュはもちろんダメ。パランティアは IPO だけど珍しく私が買った銘柄ですが、売りはしないけど、おすすめからはちょっと外したいと思っています。ストックオプションに費用がかかっていて赤字拡大がまだ進んでいるというのが理由です。それではまず、ホームデポから説明したいと思います。過去1ヶ月は13%上昇。上がってますけどね。ホームデポは5月に出した花サーティーの22% いでしたここで言ったコメントは ホームデポはアメリカに住んでいた時よく行ったので2014年ぐらいから持っていましたが最初はあまり上がらないイメージでしたが最近は特に決算発表の後大きく上がりましたアメリカでは自分たちでリフォームするためにホームデポに行く人が多かったですコロナ禍ではみんなホームデポに行くだろうと思っていましたホームデポはリノベーションの小売業者一番多いのはインドアガーデン2位が家庭用器具3位が材木10月締めの四半期決算がどうだったかというと売上も最終利益も順調 この会社のポイントは、自社株買いを7兆円ぐらいしていて、毎年利益が出ているのに債務超過になっていたんですが、 コロナ禍でも利益は変わらず、それを理由になのかわかりませんが、2020年は自社株買いをやめたので、債務超過が解消されました。アメリカでは自社株買いで債務超過の会社は結構あるんですが、私はあんまり好きじゃないんですよね。日本だと1年以上債務超過だと上場廃止されるようですが、アメリカではフリーキャッシュフローがあれば、債務超過でも上場廃止にならないし、銀行からお金を借りるのも問題なしです。ホームデポの CEO は、コロナ禍で売り上げが上がるように色々工夫していたと言っていました。CEO は、 どんな人この CEO のインタビューを見たんですがコロナで大変な時もトップで話し合ってうまくやり抜けたという話で話も上手い経営方針も素晴らしいという印象で CEO の話を聞いただけで好印象になりました私が8年前にホームデポの株を買った時はささっと財務諸表を見ただけだったんですがやはり CEO の話を聞くと優秀な会社なんだなと実感しました財務諸表は素晴らしいですそれでは次にターゲットターゲットは過去1ヶ月で3%下落 決算結果は良かったです。ターゲットとよく比較されるのがウォルマートですが、ターゲットの方がお買い物が楽しいし、オンラインのギフトレジストリーが充実しています。ギフトレジストリーとは、例えば適当によくある名前のジェニファー・スミスと入れたら1万人出てきます。これは結婚式や子供が生まれたパーティーのために主役の人が欲しいものリストを作って、パーティー出席者が買う。 効率的ですねこういうことは日常的にアメリカで行われていますが、まあ日本でもあるとは思うんですが、ターゲットを使う人が多かったです。利益率もウォルマートに比べていいです。ターゲットの利益率が5.9%で、ウォルマートが2.2%です。下落している地に買うのがいいと思います。それでは次に、11月17日から30日まで、この中からは、シスコシステムズ、インテイイト、キーサイト、アメリカンイーグルを選びたいと思います。過去1ヶ月の株価はマイナスだったんですが、昨日1.97%上昇し たたのでプラスになりましたここは2019年11月2年前に調べてるんです2年前からこのチャンネル始めたんですが2019年11月にライブでシスコシステムの分析をしていました私は登録者10人の時からライブを始めた頭のおかしい花子さんなんですがおかげさまで現在は5万人を超えましたありがとうございます 2年前の説明では財務諸表は素晴らしいんだけど今の時代はローリスクローリターンの会社と見なされて株価が上がらないかもしれないと言いました確かにその後はしばらく上がらなかったので今買うならインデックス株の方が株価は上昇するのではと言いました財務諸表がしっかりした安全な会社ということで株価が上がらない時代だったんですが 今年に入ってから上がり始めてるんですよねつまりもう IPO 株にはゴリゴリという人たちがシスコシステムズのような財務諸表がしっかりした会社に戻ってきているこういう有料会社大手が株価のリベンジをする時代がやってきた去年の年末までは株価が低迷していましたがそれからは30%ぐらい上がってきていますこの間クラウドストライクの時にちらっと説明をしたんですがやはりサイバーセキュリティにも強い大手ですシスコは10%ぐらいのシェアでサイバーセキュリティではトップです売上と利益 もククララウドストライクとは比べ物にならならい規模です2年前にシスコシステムズを分析した時に言ったことはこれですアクセスポイントやらルーターやらランスイッチやらコンピューターを分解するのが好きな人しかわからない感じシスコの日本のサイトを見てみると本イベントではデジタル時代に抱える IT インフラの課題を解決するこれからのネットワークの在り方とソリューションについてシスコのデジタルネットワークアーキテクチャーの在り方とソリューションについてシスコのデジタルネットワークアーキテクチャーを中心としたシスコのビ ビジョンと最新ソリューションをご紹介いたしまますすこんな課題に答えますネットワーク分野の最新動向を把握したい人員不足や運用コスト増加運用の自動化や w i f i 6などの新しい技術を取り入れたいとにかくネットワークっていう感じうちの部門はインフラアプリケーションセキュリティその他製品を売っているほかテクニカルサポートアドバンスサービスを提供しており お客さんは大企業から中小企業公共サービス政府系などで1984年設立。 本社はカリフォルニア州のサンノゼやっぱり顧客は一般消費者じゃなくてビジネスが中心ですねサービスよりも製品の方が売り上げが高いけど利益率は同じぐらいサービスの利益率も IBM と比べるとかなり高いこの間出た10月締めの四半期決算を見てみると3ヶ月の売り上げが1.5兆円最終利益が3400億円利益率は23%と悪くないサイバーセキュリティーに強い会社としてクラウドストライクや他の IPOSARS と比較すると規模が全く違うこうやって見るとアマゾンの A AWS 単体と規模的には同じぐらいです。AWS 売上が1.3兆円、営業利益が4000億円、クラウドストライク売上430億円、営業損失46億円。 シスコシステムズ、売上1.5兆円、営業利益4000億円。直近3ヶ月の売上と営業利益損失です。ということで、財務諸表がしっかりした、有料、テック系、企業の皆さん、お待たせしました。IPO テック系に疲れた投資家たちが、シスコなどの有料会社に向かっています。これから輝く時代到来おめでとう <laughs> 長い間よく頑張ったね <laughs> はい、次 イン,イ,ーイントゥイートは過去1ヶ月で10%上がっちゃってますが、下落したら買いです。そもそも半年前におすすめしましたからね。今年5月25日、ヒロシです。のネタをやったら、身内ではすごい受けたのに、視聴者には受けませんでした。それから半年で54%上昇。動画見てから買ってくれました私は買いましたよ。この中ではこう言っています。 どんな会社かというとインテ u i t は金融ソフトウェアを専門とするアメリカの企業です本社はカリフォルニア州2019年の時点で収益の95%以上が米国内での活動によるものです私はこの会社のサービスを使っているので興味があるんですが何かというと 確定申告です。ご存知ない方もいらっしゃるかもしれませんが、アメリカでは正社員で会社で働いていても、自分で確定申告を全員します。会社は W2 というフォームをくれるので、それを使って自分で報告します。私は在留カードを持って日本に住んでいるアメリカ国籍ですが、アメリカ創業のオンラインビジネスの個人事業主ですので、アメリカに税金を払っています。会計士などに頼む必要はなく、アメリカでよく使われているターボタックスというソフトウェアを使って税金申告をしています。それがイントゥイトの製品です。昔は CD のソフトウェアで売っていましたが今はもちろんクラウドサービスなので今までの分も自動的に記録に残っています確定申告時期になるとターボタックスの個人事業主版のオンラインバージョンを使っていますがこれ見ていただくと分かりになると思いますがイントイットターボタックスになっています 昔 CD 版ししかかなかったた時はイントゥイートはありませんでしたそしてどうしてこのターボタックスがいいかというと私のアメリカのフィデリティ証券の口座の情報やコインベースにある暗号通貨の情報をパスワードを入れたら自動的に取り込んでくれるので自分でいちいち税金申告の時に入力する必要もなければ証券会社が作成してくれた年間報告書をダウンロードする必要もないからです。 スクエアを使っている個人事業主も ID とパスワードを入れるだけで自動的に取り組むようです。ということで今後も需要は増えていくんではないでしょうか。もの製品なんですよね 中小企業向けの会計アプリケーション、ビジネス支払いの受け入れ、請求書管理と支払い、及び給与計算機能。とにかく私みたいな面倒くさがり屋にはとても嬉しい機能を作ってくれたのがインテイートなんですね。私は基本的には自分が使っているサービスの会社を買った方が理解がしやすいと思っています。前回の内容をもうちょっと話すと、私たちの商品プラットフォームを通して5000万の顧客がいます。2020年7月の決算では、アメリカ、インド、カナダ、イギリス、イスラエル、オーストラリアその他の国 1> に1万600人の従業員次に買収を見てみると2020年2月にクレディットカルマインクという会社を7.1 7700ビリオン約 7, 億円で買収しましまたクレディットスカーのサービスをしていてその後いろんな有料サービスを提供。 クレジットスコアはアメリカに住んでる人はわかると思いますがみんな点数がついてるんですよね車のローンとか毎月支払いをすればするほどクレジットスコアが上がっていきます支払いの遅延とかがあると減点されますそれを確認するときにいろんな会社があるんですがだいたい1年に1回は無料とかです日本にはこういうすぐに取れる点数っていうのはありませんよねアメリカでは大家さんがその点数を見て借りる人を選びますそれで直近10月締めの四半期決算は売り上げはサービスが急に上がっていますが売り上げの72%が私 私のような個人事業主か中小企業ですが、売上の伸びには買収したクレジットカルマも貢献しています。結論としては、intuit は優良企業。これからもこのサービスは使われるだろう。私も亡くなったら確定申告が大変になるので困る。個人事業主はさらにこれから世界中で増えていく。 ネーームバリューがあるということで私はこの会社は好きですね次にキーサイトここも1ヶ月9%上がっていますが下落したら買いですねもともとヒューレット・パッカードから分社された会社なんですよねここは私がやっている週1のオンライン会計クラスで取り扱った先でその時良かったので今年3月に買いましたコミュニケーション・ソリューションズと電気産業・ソリューションに分けているようです産業別に見ると 商業用コミュニケーション52%電気産業25.7%エアロスペース防衛政府21.9%商業用コミュニケーションが半分ぐらいキーサイとが強いのはオシロスコープというものらしい。売っているものは すごいたくさんあります。オシロスコープって機械に弱い女子から説明させてもらうと、とにかく電圧の変化を波にしてみて、それが変な動きをしていたら故障ですよ、みたいなことを伝えられるというイメージ。航空宇宙から自動車、通信、半導体とかなりこれから需要が高いところばかりです。自動運転の分野にも使われるそうです。キ載と高度なインフォーテインメントと先進運転支援システムを実現する MIPI、A、PHY、 ASA 向けテストトソフトウェアを発表何のこっちゃ先月の記事ですがこれらの新製品はソニーセミコンダクタソリューションズ株式会社およびローゼンバーガー社との共同開発を通じて実現しました自動運転の分野で需要が高くなるんじゃないでしょうか最後にアメリカンイーグルアウトフィッターズ過去1ヶ月は6%上がっていますが前回の決算後はアパレルは一斉に落ちましたよね アパレルはしばらく低迷していたので年末にかけてはいいのではないでしょうかおそらく売り上げの結果が良くなるのは次の決算なので発表は来年2月ぐらいですかねアパレルの中でもアメリカンイーグルを選びましたがその理由はこの行動の速さが気に入ったんですがアメリカンイーグルが物流スタートアップのエアテラを買収最近はサプライチェーン問題がありましたがすぐに物流会社を2社買収で物流を改善への努力が見られました9月にスタートアップのエアトラ社を買収そして11月には加え イエットロジスティックスを400億円で買収した最近のサプライチェーン問題にすぐ行動するところがいいと思いましたメイシーズも同じように物流会社を買ったんですが過去1年結構株価が上がってしまっているのでこっちにしときましたアメリカイーグルは百貨店ではなくて1977年創業の小売店のカジュアルブランドですモールに大体いい入っていて私もカジュアル服はアメリカで時々アメリカイーグルで買いました直近の決算は10月締めの四半期決算ですが 売上が23%上昇、純利益が161%上昇。アパレルの場合は売上が上がると一気に利益率が良くなるので、売上の上昇がそのまま利益につながっている感じです。アパレルはあくまでコロナ禍でダメージを大きく受けた産業として、今までが悪かったからこそ、年末にかなり上がるのではないかということで、アフターコロナで付け加えました。前回はまだダメでしたが、12月末の年次決算は結構良くなるんじゃないでしょうか。ということで今回は11月の決算発表、 を踏まえて下落しても買っていい株を紹介しました今月末には2022年花子サーティ銘柄発表チャンネル登録をお願いします今回の動画が皆さんが株を選ぶ時の一つの材料となれば幸いですこのパート t 1も見てくださいねそして投資は自己責任でお願いしますそれではさようなら 来年1月から新しいオンンラライン会計クラススタート来月末から応募するので連絡が欲しい人は www.financewithhana.com の応募連絡希望にサインアップしてね高校生でもわかる米国株オンライン会計クラス週末に1時間のライブレッスンで決算書を読めるようになるクラスです初心者大歓迎この会計クラスは YouTuber に頼らない自分で株を選べるようになるをモットーにしていますレッスンでは今話題のアメリカの会社の直近の決算書を使って勉強します プレミアムクラスは1年のコースでアメリカの大学で会計クラスを取るときに必ず最初に使うテキストブックを使っていますテキストブックは英語ですが日本語のレッスンメモ付きでライブレッスンをします簿記も学びます簿記のコンセプトは日本の簿記と同じですのでこれから簿記を勉強する方にも役に立つと思います米決算書基本コースは半年のコースで簿記は学ばずにアメリカの決算書を理解できるようになるクラスです そして実践コースではプレミアムコースを終了した方もしくは基本的な会計を理解している方のためのクラスで毎週1つの会社を一緒に分析していきますライブは YouTube の限定公開リンクを使っていますライブに出れない方は録画で OK 質問はライブ中にコメントでまたはディスコードでしてもらっていますディスコードでは同じ目的を持った仲間と投資や会計について話し合っています詳細は概要欄のリンクから 英語の小説を読みたいなら英語を学ぶ決算書を読みたいなら会計を学ぶこのクラスでは英語の会計用語を学びながら会計を学びます。花子はあなたを待ってます